ヨーゼフ・フランツと、テーマイ、アルチュート・ジョー、1911年、ヨーゼフ・フランツ・フォン・エスター・ライヒは、オーストリア・ハンガリーの皇族、軍人、戦艦機ハンガリー王国の政治家、文筆家。ハプスブルク家のハンガリー文家出身。オーストリア大公、ヨーゼフ・アウグストと妻のバイエルン王女、アウグステの間の長男。先例名は、ヨーゼフ・フランツ・レオポルト・アントイグナティウス・マリア。 ハンガリー宮中博、ヨーゼフ・アントン大公のひ孫であり、母方の祖母、ギーゼラを通じて、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世のひ孫でもある。先祖伝来の所領、アルチュートで少年時代を送った。成長すると、ブダペストのカトリック系中等教育学校に通い、ブダペスト大学に入学し法律学を専攻した。最終的には、 ハンガリー軍のエリート政府区士官養成校、ルドビカ軍事アカデミーで学んだ。1915年、20歳で、士官兵となり二重帝国陸軍第七、表記兵連隊、ビルヘルム2世所属の士官候補生として従軍。第一次世界大戦中の数々の戦いに参加し、アルトゥール・アルツホン・シュトラウセンブルク、スベトザル・ボロイエビッチ領元帥の司令物き将校を、務めた。 その勇敢さを認められて、騎兵隊員に昇進する。終戦時は、ハンガリー国内に駐屯しており、そのまま、故郷、アルチュートに戻る。1919年、ハンガリー革命の結果、ソビエト革命政権が誕生すると、政権によって保守派勢力に対する人質として、拘束された。そして、捕虜収容所に抑留され、ソビエト政府から、人民の敵の罪名を着せられ、 死刑を宣告された。しかし、革命政権に対するイギリス王ジョージ五世の働きかけにより、1919年7月に釈放される。ソビエト政権崩壊後、再びブダペスト大学に通って法律の勉強を続け、1923年に法学博士号を取得する。1927年から1930年にかけ、 ブダペスト工科経済大学で経済学を学び、1930年6月16日、経済学博士号も取得している。1924年10月4日、ジビルノルトで元ザクセンをフリードリヒ・アウグスト3世の末娘アンナと結婚した。1927年から1945年までハンガリー議会上院議員を務めたほか 戦艦期のハンガリーにおける数多くの養殖を提供され、高い尊敬を集めた。1927年からハンガリーペテーフィ文学協会の名誉会員にもなお、連ねた。高い教養を積んだ人物として、文化活動にも関心が強く、いくつかの歴史書、詩集を執筆し、画家としても優れた才能を見せた。1944年末、 ナチスドイツに追従するや十字島が政権を握ると、家族と共に国外に亡命。はじめおばのと次先トゥルンウントタクシス公爵家の客としてレーゲンスブルクに滞在し、1948年、ポルトガルに移って、ポルトに今日構えた。ハンガリーは再び共産主義者の支配下に入って、人民共和国政府が成立し、旧皇族たちが帰国できる政情ではなくなった。 ヨーゼフ・フランツは1957年にポルトガルで死去した。遺体はドイツに移送され、シュタルンベルク湖のアゼノマチフェルダーフィンクの墓地に埋葬された。冷戦終結後の1992年、彼の遺体は古国ハンガリーにある一族の墓所、旧中白化納骨堂に改装された。ヨーゼフ・フランツと妻アンナ・ホンザクセンズマとの間に8人の子女を設けた。 ゼフ・シャーンドルとして生まれ、エルバオデスカルキケ最後の当主だった外祖父の養子となり、イタリアの公爵位を継いだ。スウェーデンで法律家として活動した。長兄、ヨーゼフ・ワールパードの妻の実妹。夫妻の長男エドアルト・ハップスブルクロートリンゲンは、2015年よりハンガリーの聖座大使を務めている。ウィキメディア・コモンズには、 ジョゼフ・フランツフォン・オーストライヒに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。